メディチケ。メディチ家、メディチ家は、ルネサンス期のイタリアフィレンツェにおいて、銀行家、政治家として台頭、フィレンツェの実質的な支配者、選手として君臨し、後に、トスカーナ大公国の君主となった一族である。その財力で、ボッティチェリ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、バザーリ、ブロンツィーノ、アローリなどの多数の芸術家をパトロンとして支援し、 ルネサンスの文化を育てる上で大きな役割を果たしたことでも知られている。歴代の当主たちが集めた美術品などは、ウフィツィ美術館などに残され、また、ピーィ宮殿などのメディチ家を称える建造物も多数、フィレンツェに残された。これらは、メディチ家の直系で最後の女性アンナ・マリア・ルイーザの遺言により、メディチ家の映画を現代にまで伝えている。一族のマリード・メディシスは、 ブルボン朝の起源となった。メディチは、医師という意味で、先祖は、役種どんやか医師であったのではないかとされており、13世紀のフィレンツェ政府の評議会議員の記録にすでに、メディチの名前が残されているが、それ以前の経歴や、一族の出自については、あまり明らかにされていない。美術研究家の高階修治は、著書で、メディチ家が、もともとは、出身の農民であり、 電磁を売り払って、町に出たと推測している。メディチの紋章、金字に数個の赤い玉を配するの由来については、二つの説がある。一つは、メディチ、メディチの仮名そのものが示すように、彼らの祖先は、医師、単数メディコ、複数メディチ内視役首相であり、赤い玉は眼薬、あるいは水玉、血を吸い出すために用いる丸いガラス玉を表しているという説である。 もう一つは、メディチ家をフィレンツェズイーチの大富豪にした党の職業、すなわち銀行業、両替商にちなんで、貨幣、あるいは両替商の計りの奮闘を表しているという説である。銀行業を始める前は、薬品の一種で、欧州の工業で大きな位置を占めていた、毛織物産業において、焙煎剤として徴用された名板を商って、栄えていた。いずれにしろ、 一族に多いコジ児の名は、医師と薬剤師の守護聖人、聖コスマスに由来している。14世紀には、銀行家として台頭し、フィレンツェ共和国政府にもメンバーを送り込むまでになった。1378年の仮想労働者と、信仰商人が結んだチョンピの乱では、メディチ一族のサルベストロが活躍するが、反対派のアルビッチからに巻き返されて失敗する。 サルベストローの名は長くフィレンツェ市民の記憶に残ったというが、一族の勢力は衰えた。そうした中で、後のメディチ一族の基礎を作ったのは、ビエリディカンビオ1323年から1395年である。ビエリはローマ教皇庁にもつながりを持って銀行業で成功した。メディチ家はジョバンニリビッチ。 1360年から1429年の第二、銀行業で大きな成功を収める。メディチ銀行はローマやベネツィアへ支店網を広げ、1410年にはローマ教皇庁会計員の財務管理者となり、教皇庁の金融業務で優位な立場を得て、莫大な収益を手にすることに成功した。これは、教会大分裂。 シスマの続くキリスト教会の対立に介入し、バルダッサってこっさなる十分に包まれた人物を支援し、対立教皇ヨハネス二十三世として即位させた、賜物であった。1422年、ローマ教皇マルティノス五世は、モンテベルデの伯爵位を授けようとしたが、ジョバンニは政治的な配慮から辞退し、一市民の立場に止まった。ジョバンニの息子小児も、 1389年から1464年、コジモイルベッキオは、政敵によって一時追放されるが、1434年に、フィレンツェに帰還し、政府の実権を握る、1434年から1、時期を除き、1737年までのメディチ家の支配体制の基礎が確立する。自らの派閥が常に多数を占めるように、公職選挙制度を操作し、 事実上の支配者、シニョリーヤとして、フィレンツェ共和国を統治した。家業の銀行業も流盛を極め、シテンモは、イタリア各地のほか、ロンドンジュネーブ・アビニョン・ブルフヘなどへ拡大した。メディチケはイタリアだけでなく、ヨーロッパでも、有数の大富豪となった。その子であるピエロ、1416年から1469年は、ピエロイル・ゴッドーゾ、通風ヤミノと呼ばれ、 病弱であった。父コジモと息子のロレンツォに挟まれて、やや印象が薄いが、ハンメディチ派を抑え込み、メディチ家の黄金時代を維持させることに成功した。一方で、パトロンとしては独自の才覚を発揮し、アルベルティ、ドナテッド、フィリッポリッピ、ベノッツォ・モッツォリなどが活躍した。ボッティチェリもピエロの代に排出するのである。コジモの孫のロレンツォ、 1449年から1492年は優れた政治、外交能力を持っていた。イタリア各国の利害を調整する立場として大きな影響力を振るい、信頼を得ていた。パッチケの陰謀への対処に見られるように反対派には容赦ない弾圧を加える一方で、一般市民には気前よく振る舞い、またボッティチェリ、ミケランジェロなど、 多数の芸術家を保護するパトロンとしても知られている。ロレンツォの時代は、フィレンツェの最盛期でもあり、偉大なるロレンツォ、ロレンツォイル・マニーフィコとバレた。しかし、銀行経営の内実は巨額の赤字であり、曽祖父ジョバンニと祖父が築き上げたは、破綻寸前の状態であった。また、共和国の公金にも手をつけていたと言われる。ロレンツォの不正は、 メディチ家のフィレンツェの支配者としての意識の変質を物語るものとなる。ロレンツォが四十三歳で病死し、長男のピエロが家督を継ぐが、千四百九十四年のシャルル八世率いるフランス軍の侵攻に対する対将を誤り、第一次イタリア戦争、市民の怒りを買った。メディチ家はフィレンツェを追放され、もう破綻した。この失態からピエロは、ピエロイルファトを、 グマイナ・ピエロというあだ名で呼ばれることになった。その後ピエロは、チェーザレ・レボルジアの軍と共に行動していたが、1503年に、歴死した。このため、ピエロ・ロス・フォルトゥナーと、不運なピエロとも呼ばれる。ピエロの死により、メディチケの当主は、弟のジョバンニ・スーキ卿、ロレンツォの次男に継承された。1512年、ジョバンニを筆頭にしたメディチケは、 ハプスブルク家の援助を得て、スペイン軍と共にフィレンツェに復帰し、その支配を再確立した。1513年、序盤には教皇レオ十世として即位し、在位。1513年から1521年、メディチ家はフィレンツェとローマ教皇領を支配する門伐となった。レオ十世は芸術を愛好し、ローマを中心にルネサンスの文化の最盛期をもたらしたが、 多額の浪費を続けて、教皇庁の財政逼迫を招き、サンピエトロ大聖堂建設のためとして大掛かりな、職友上、いわゆる免財布の販売を認めたことで、1517年のマルティンルターによる宗教改革道のきっかけを作った。1516年に、レオ10世が、ウルビーノ公、フランチェスコ・マリア1世、デッラ・ローベレを破門したことから、 ウルビーの戦争が勃発したが、レオ十世が抜擢したジョバンニ、序盤に出ればんでネえで、後の黒隊長序盤にに鎮圧された。レオ十世は1521年に死去するが、2年後、重帝のジュリオ数奇教が、教皇クレメンス七世、在位、1523年から1534年、として即位する。クレメンス七世は、 当時の複雑な政治状況の中、フランスと同盟を結んだことで、1527年に、新生ローマ皇帝兼スペイン王カール5世の報復を受け、ローマ略奪の大惨事を招く。同時に、メディチケも再度フィレンツェを追放されるが、1530年にはクレメンス7世と皇帝カール5世が和解したため、メディチケはフィレンツェに帰還、復権する。1532年、 クレメンス七世の息子、諸子アレッサンドロがフィレンツェ公となり、メディチケはついに正式な君主となった。1533年にクレメンス七世は、フランス王フランスは一世と縁組をまとめ、カトリーヌ・ド・メディシスと後のアンリ二世が結婚した。カトリーヌは十人の子を産んだものの、ユグノー戦争の末に、バロア朝は断絶。アンリ四世がメディチケのマリー・ド・メディシスと、 ブルボン朝の血統を作った。ルイ十三世、ルイ十四世、ルイ、グランドファン、ルイ十六世の4人が、ハプスブルク家と、政略結婚している。フィレンツェ公アレッサンドロが1537年に暗殺されて、コジモイルベッキを以来の家系が断絶した後、冒系のコジモ一世が行為を継承し、1569年には、トスカーナ大公となった。コジモ一世は、 先制君主としてトスカーナ大公国を支配し、またフィレンツェを豪華な宮殿やモニュメントで飾り立て、現在見られるようなフィレンツェの景観を作り出した。コジモ一世の死後は子孫が代々トスカーナ大公意を継承したが、大公海時代や宗教改革の影響でイタリア自体の西欧での地位が低下した。フランチェスコ一世、在位。 1574年から1587年は、娘マリード・メディシスを、フランス国王アンリ・四世の2番目の王妃に据えることに成功し、息子ルイ13世を生んだ。マリーは、アンリ・四世の結んだタイハプスブルク家政略結婚の政治方針をことごとく破棄し、リシュリューを支援者として登用しようとした。成人したルイ13世は、マリーをブロア城へ遊兵したが、 1618年に30年戦争が勃発すると、1619年にマリーは脱出して、判断したが鎮圧された。講和条約ベスト・ファーレン条約が結ばれ、ベスト・ファーレン体制における列強に、メディチ家の名前はもはやなかった。30年戦争からイングランドへ帰国したチャールズ一世は、増税を行って、イングランド内戦を誘発し、オリバー・クロムウェルが台頭する。 フランス・スペイン戦争が継続され、フランスとクロムウェルの派遣したイングランド共和国の連合軍は、砂丘の戦いに勝利し、1659年のピレネー条約を締結した。マリーの二人の孫、ルイ14世とマリー・テレーズ・ド・トリッシュが結婚し、スペインは50万にスクードを持参金として、フランスに支払った。こうしてスペインは没落し、フランスの派遣が始まった。 一方、トスカーナ大公国は、フェルディナンド一世、在位、1587年から1609年を最後にして、イタリアの一小国になった。教皇位も、ネオ11世が1605年に即位したが、1年も経たずに休止、以降メディチ家は教皇に任命されなかった。1737年、第7代トスカーナ大公ジャンガストーネが後継者を、 残さずに死亡した。トスカーナ大行為は、ロレーヌ家のフランツ・シュテファン、神聖ローマ皇帝フランツ一世が継承した。こうして、西ヨーロッパにその名を馳せたメディチ家は断絶した。なお、メディチ家の本家がフィレンツェを治める以前に分かれた家系が、女系でも本家と禁煙関係にあったことから、トスカーナ行為を求めて運動したが、叶わなかった。この家系は、現在も、 血脈を保っている。アレクサンドル・デューマ・ペールの小説、モンテ・クリスト博の中に出てくるスパダヤはメディチ家ではないかと推測される。モンテ・クリスト博が作中で得た財産はスパダ家の隠し財宝であるが、スパダ家がイタリアの豪商であること、数奇教を排出していること、断絶していることなどが一致する。なお、モンテ・クリスト博が書かれたのは1844年から、 冒頭部分は1815年から始まる。ただし、ローマに実際にスパダ家が存在しており、17世紀に数奇教も出していること、悲惨も多く、その絵画コレクションと邸宅は、現在もスパーダ美術館、ローマのカンポデフヨーリ付近として残っていることを考えると、あえてモンテクリスト博の中に出てくるスパダ家をメディチ家と推測することには疑問もある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。